表原選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。得点シーン振り返っていかがでしょうか。まあ1点先に取られて絶対追いつかないといけないという状況で、まあ、早く追いつけたら逆転できると思って、まあ、取りに行こう取りに行こうっていう前に行く姿勢が、まあ、ゴールにつながってよかったなと思ってます。ありがとうございます。2試合連続田中パウル選手のアシストでのゴールとなりましたが、新加入選手との連携とかはいかがでしょうか。まあ、まだいい部分もあればもっと改善できる部分っていうのも見てる人がいたら、まあ、見てる人がいたら、まあ、改善できるところもあるし、まあ、この攻撃いいなっていう部分もあると思うので、それやってる自分たちがまあ一番分かってるので、まあ、そこの部分をもっといい部分を伸ばして改善できるようなところは改善していけるようにしていったら、もっと得点が取れるんじゃないかなと思います。自身としては2試合連続ゴールとなりましたが、本人のご自身のコンディションとしてはいかがでしょうか。まあ、得点が取れてるっていうところでいうと、まあ、いいところに入っていけてるから点が取れてると思ってるので、まあ、引き続き、まあ、もっとゴール前に入っていく回数っていうのもあって、次の試合ももちろん点を狙っていきます。ありがとうございます。それでは最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。来週の試合、まあ、上ですけどしかなってホームに帰っていきたいと思いますので、引き続き安全性よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。馬村選手に来ていただきました。よろしくお願いします。試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、結構難しい試合だったんですけど、まあ、1点最初に取られちゃったので、その後、まあ、逆転することができてよかったです。決勝点を振り返っていただきたいのですが、最後岡庭選手がこう溜めたところからもらって1人かわしてのゴールになっていたかと思うのですが、振り返っていかがでしょうか。そうですね、いいところにボール来たので、冷静に相手すべて1人なのでそれかわしてやって点取ってことです。ありがとうございます。次節が東北チタニウムとの対戦になります。栃木シティに移籍から移籍した選手も多く存在するクラブとなりますが、次節に向けての意気込みをお願いします。はい、まあ、またしっかりいい練習して、いい準備して、いい結果が出るようにしっかりと思います。はい、ありがとうございます。それでは野田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。東院横浜大学 FC 戦振り返っていかがでしょうか。まあ、とりあえずアウェーゲームで勝ててよかったっていうのが一つと、まあ、そのああいうスーパーゴールを決められた展開の中で、やっぱり学生相手だとああいう応援もあり雰囲気もありで飲まれる、まあ、可能性が高い中で、まあ、逆転して勝てたっていうのはすごい大きな収穫だなって思ってます。前半難しいちょっと時間帯もありましたが、なんか変わったなっていう瞬間ってありましたでしょうか。まあ、1試合通して勝てればいいっていうのもありますし、僕らその監督が言ってるようにシティタイムもいずれ訪れるっていうタイミングを伺いながら、ただもう前半の初めから全員が今のベストを出した結果が多分ああいう流れ、前半の悪い流れもありながらも、それも自分たちの力の一つなので、その悪い時間帯でも失点はしなかったっていうのは僕らの、まあ、一つの結果でもあるし、まあ、そこから自分たちの流れに乗っていけたっていうのも自分たちの結果だしっていうので、やっぱり自分たちのスタイルを崩さないっていうのがやっぱり一番の僕らのスタイルなので、そこは悪い時間を防ぎながらいい形に持っていくっていうのが、まあ、早い時間、なるべく早い時間で持っていけるのが一番いいので、そこはやりながら修正しながらっていうのはあります。ありがとうございます。次節東方スタジアムで元栃木シティの選手も多くいるチームになりますが、意気込みを聞かせてください。まあ、前節というか、トニオカの戦は、まあ、アウェーで
で連続で栃田でアウェーでっていう中でもやっぱり僕ら栃木シティとしては勝つだけなので、まあ、去年までいた選手とか知り合いがいる選手も何人もいる中で、まあ、そういうのも関係なしに僕らは1年3だけを持って帰ってこれるように全力を尽くしたいです。ありがとうございます。それでは最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、こっちでいい、こっちいつも応援ありがとうございます。まあ、今節アウェーゲームの中でもすごいたくさんの声を聞くことができて、僕らも苦しい時間帯でもああいう声をやっぱり聞くと、やっぱり力になります。来週もアウェーゲーム茅ヶ崎で待ってます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。お越しいただきました。ありがとうございます。今井監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。東院横浜大学 FC 戦2対1での勝利となりました。試合を振り返っていかがでしょうか。はい、そうですね、非常にいいパフォーマンスをしてくれたなと思います。選手たちが、90分間通して自分たちのゴールっていうのは、長い時間できたのかなと思います。ただそれができなかったところで、まあ、失点してしまったりとか、まあ、相手の、ね、スーパーのゴールではあったんですけども、ただやっぱちょっと自分たちの普段やってることから違うことをやってしまった、ところでやっぱり、空間が奪われてしまってっていうところはちょっと残念なところはあるんですけども、まあ、90分間だから多くの時間帯では自分たちのフットボールができていて、まあ、結果的に相手に、なんていうんですかね、その決定機だったりとか反決定機、ゴールチャンス、ゴールに近寄られたかって言われると、まあ、かなり徹底してコンパクトにできてた中で勇気を持ってラインを上げる、素晴らしい、まあ、これからディフェンス陣、キーパーだけじゃなくて11人全員が、徹底してやってくれたなと思ったいい試合でした。ありがとうございます。と選手からもこう、まあ、苦しい時間帯があっても、まあ、いずれ栃木シティタイムが、まあ、来るっていうようなこう言葉もあったんですが、そのあたり今回の試合はいかがでしたでしょうか。そうですね、シティタイムのところはもっともっと、ね、中盤のところで増えればいいとは思うんですけれども、前半のところで、もう少し背後を取れたかなとは思います。そこがやっぱ出てくることによって、最後仕留めれるっていう自信がどんどん湧くと思うので、やっぱりファーストプレー、最初の10分、15分、20分、そこにどういうプレーをしていくのか、相手を後ろ向きにさせられるかどうかっていうところは、まあ、まだまだ突き詰めていかなきゃいけないんだってところはありますけど、まあ、新加入もいる中で、まあ、自分たち我々はこういうサッカーをするんだなっていうのは、まあ、0-1 になった中でも実際にそれをピッチで表現するのを見ると、あ、やっぱりこういうチームなんだっていうのは見れたのは非常に大きな、プラス要因だったかなとは思います。ありがとうございます。次節またアウェーで次は東邦チタニウムとの戦いになりますが、試合に向けて意気込みをお聞かせください。そうですね、3人我々の去年いたチームから移籍したりとか、かなり選手が入れ替わっている、ところでは戦力もアップしているので、非常にいい試合になると思っています。まあ、その中で同じく、前節と同じく人工芝アウェーでというところで、タフな環境になると思いますけども、まあ、前節そういうタフな環境の中でもしっかりと自分たちのフットボールを徹底して、勝ち切ったっていうところは、去年なかなかねそういう試合を勝ち切れなかったっていうところを考えると、チームとしてすごく成長しているのかなと思います。まあ、それをまた、どうしたら2戦でも出せれるようにまた1週間準備していきたいなと思います。ありがとうございます。それではちょっと今度はカメラの方に向かってファンサポーターの皆さんにメッセージをはい、いつも応援ありがとうございます。そして先日東院横浜までお越しに、なった皆さん、ありがとうございます。また次もちょっと遠い場所ですけども、現地応援、に来てくださる方々、熱い声援を、よろしくお願いいたします。相手のサポーターに負けないぐらい、声を出していただけると、選手たちも喜びますし、また選手たちがやっぱサポーターの皆さんのために、プレーしていると思います。そして感動を与えるために、皆さんの期待を超えるように、1週間また準備していきます。
ますので、また会場でお会いしましょう。ありがとうございました。今井監督にお越しいただきました。